昔からファン好きだったんだよなぁ。いやマジでファンでやろうかな。ちょっと自信っていうか、もう勝てる気がしねえわ、マジで。帰って。やろうかな。あんのかな、マジで。もういいや、ちょっとヨシちゃんとやるか。ファンでありがとう。うん。ももちファンとやってる？どうもありがとう。やるらしい。ちょっと一回ファンでやってみていい？一回。ファンはどういう風にやればいいかをね、一応聞いたんだよね。なんか一応何がきついかは聞いたんだよね。何がきついのかっていうのは、一応聞いて、多分それは再現できると思うんだけどな。この色かっこいなんか楽そう。あ、これ有利だね。だね、これ有利だと思うわ。うん、これね、有利な気がする。結構真面目に。まずこれはきついでしょ。ユーザーありがとう。確かに、ちょっとメロンは何をしてるんだ。同じキャラと対戦してると思えねえんだけど、マジで。確かにモモチも使ってみたいよね。モモチファン戦うまそう。ああ、主軸の技、線に刺さるんだな。8主軸ぐらいしかないのか。未来から来た？ありがとう、教えてくれて。次はガイルでやるか。ファンの方が、でもなんか明確に、その勝ちパターンっていうのが見えてるね。ガイルはなんか今、ごまかしごまかしやってるけど。ジョジマルありがとう。昔からファン好きだったんだよなぁ。さっきこのキャラずっと日の目見ねえよなぁ。とにかく西球が困りそうだね。
あ、ミスった。CA ミスった。ああ。リーチ差が、ちなみにこの組み合わせはね、タイプ2から教えてもらいました。こういう風にされると嫌ですよ。おー、マジか。うわ、つらした何か未来が見えてる。死ぬのか？体力差ギリギリ削る。いや、ナイフ中、いや、削れたかもしれないけど、ナイフ中だから、危ないなと思って削りに行くのはね。いや、ももちんとちょっとファンでやってみたいな。ここでファンが活躍は、なんだろう、ウェザーリポートが神父を倒すかのような、そういう感動があるね。やっぱ毒なんだよなぁ。そこでウェザーリポートかっていう。